ワールドスクエアのオーナーの前田です。うちはもともと輸入品の販売をやってるお店でして、それ以外は従来からやってるその革製品の加工なり製造っていうのを主として営業している感じですね。仕事柄その革に携わっているので、だいたいその鹿の革を使ったアイテムを作ったり、ちょっと変わったものだと鹿の角を加工した SDGs のロゴを入れたその鹿の角を輪切りにしたあのバッチですね、ピンバッチなんかを作ってるのが一番多く出てると思いますね、はい、基本的に僕らが使ってる革っていうのは牛革なんですけど、牛の革にしてもそれも全部食肉用の牛の革を使っていて、できるだけその無駄を出さない、食べるために殺してしまった牛の皮も全て無駄なく使うっていうことが根底にあるので、この今のそのエゾシカ問題ですよね。エゾシカが駆除されていると、で駆除されたそのエゾシカがただただその殺されて、で皮をも無駄に捨ててしまうっていう、そういうものを知った時にやっぱりそれを無駄なく再利用していく、命を大切にしていくっていうことがやっぱり第一に思ったことなんですよね。海洋のゴミですね、海のゴミなんか の漁師さんの使う網だったり、そういうものをもう一度再利用してアクセサリーを作ったりとかっていう、今商品の開発を進めているところですね。なんでそういうまた違うジャンルでゴミ問題にも取り組んでいけたらなっていうのを今考えています。